はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ヤリスを見に来ました。車大好きタケ TV100 のチャンネル登録よろしくお願いします。っていうかこれお姉さん、これねすごいんですよ。なんかね 3D に見えるんですよね。なんかあの宙に浮いて見えます。お姉さん、あのちょっと接待してください触れないです。あの今日はね、あのヤリスクロスじゃなくてヤリスを見に来ましたね。あの GR も置いてあったんですけど、とりあえずねこの190万の、これ5ドアタイプですかね。フィットハイブリッドとよくね、比べられるんですが、このヤリスはね結構スポーティーな感じに振った感じの、コンパクトカーになりますね。ちょっと内装の方を見てみましょう。お邪魔しますという前に、このシートちょっと見てください。ちょっとデザインがどうでしょうか。皆さん、おしぼりタイプの、おしぼりのようなこの柄、いかがですかね。ちょっとおっちゃんっぽいかな。まあ、見ようによってはね。まあ、内装のデザインは結構まとまったデザインかなと、コンパクトでね、ぎゅっと締まったような感じですね。乗り込んでみると、頭の方がちょっと低いかな。フロントガラスがちょっと低い感じに思いましたね。これ、スピードメーターとかがガラスに映り込むのがついてるやつです。名前わかりません。いや、それでもね、内装ね、やっぱちょっとブラウン系で落ち着いた、乗りやすい、親しみやすいデザインかなと思いましたね。後部座席ちょっと乗ってみます。後ろはね、さすがにちょっと狭かったですね。結構ね、足元は、狭かったんですが、足付きの方が良かったですね。はい。ではね、いよいよ GR 見に行きます。GR は3タイプあって、RS、RZ、RZ ハイパフォーマンスというものがありますね。ハイパフォーマンスになると、なんと456万円もします。GR ヤリスは勝つために磨き上げられたデザインということで、WRC で勝つためにデザインを研ぎ澄まされた感じですよね。いや、これね、ドアも3ドアで、ルーフを下げて、すごいね、ローワイドなデザインに見えますよね。いや、しかしね、このお尻のボリューム結構膨らんでますよね。下回りもね、空力考えられたデザインでなかなかかっこいいですよね。いや、ちょっとフェンダー出すぎじゃないのっていうぐらいで、天井はね、これカーボンのシールかな。結構ね、スポーティーだなと思いました。このシート、専用シートなんですが、ステッカーじゃなくてこれ刺繍でしたね。はい、ではお邪魔しますということで普通のヤリスに比べて結構地味だなという感じがしました。で、これマニュアルね、6速マニュアル、これね、シフトフィールね合わせてくれるらしいんですよね。回転数を合わせてくれるということで、ヒル&トゥーしなくていいみたいですね。で、これ専用のスピードメーターになるんですが、結構シンプルですよね。で、これね、真っ黒のタイプの RS。 いや、ホイールもね黒くて締められて、デザイン的に すごいねスタイリッシュだなと思いますね。いや、黒いホイールかっこええわ。いや、本当にねスポーティーな感じがしますよね。続きまして、 RZ ハイパフォーマンスですね。いやー、ひときわね、なんか、ツヤツヤのレベルが違うなという感じですね。樹脂だったところがすべて塗装で、すごいね、やっぱ、ハイパフォーマンスという感じがしますね。わー、これでっかいダクト。これね、なんか石ころ入ってたらどうするんでしょうね。なんかいたずらで缶コーヒーとか入れられそうですよね。わあ、これはじゃライト今つけてるんですが、すげえかっこよくないですかこれ。これはね、ちょっと欲しいなという感じがしますね。すごいね、オーラを感じますね。あ、側面にもこういうステッカーがね、シルバーのステッカーがついてるんですね。いや、高級感もやっぱ醸し出してますよね。で、気になるね、内装。ちょっと開けてみます。
これシート、おーシートね、これハイパフォーマンス専用のシートになるんですが、これはね、合皮とスウェードのコンビの、表皮になりますね。いや、内装もね、結構豪華に作られてますよね。このシートね、なんか86のシートにちょっと似てますよね。いや、結構ホールディングの良さそうなシートになります。ちょっと乗り込んでみましょう。お、邪魔しますと。おお、あー、こんな感じね。ハンドルがね、やっぱかっこいいっすね。で、このカーボン調のパネル、この辺もスポーティーさを醸し出しますよね。さすがハイパフォーマンス。シートはね、少し固めかな。で、やっぱ横のね、このホールディングは抜群です。ほら、これ盛り上がってるところ、お尻も結構、支えてくれますね。で、これサイドブレーキね、これサイドブレーキなんですね。ハンドルはね、結構太めでしたね。これ GR のステッカーがついて、まあスタイリッシュではあるんですが、まあ普通かなという感じでしたね。うん、全体的に、やっぱりギュッと詰まった感がありますね。ちょっとね、RS パフォーマンスのスペックを言っていきます。ホイールはね、BBS 製になりますね。ブラック塗装で、タイヤは、ミシュランパイロットスポーツ、4S っていうのを履いております。いや、結構ね、硬そうなタイヤ履いてますよね。街乗りでは結構乗りづらい感じですかね。で、これね、前後トルセン LSD ということで、カーブね、曲がるときに、4つのタイヤを制御してくれるんですよね。ラリーカーだとね、結構タイヤが浮いちゃったりして、その辺をね、調整してくれるというものなんですよね。冷却スプレー機能付き、大容量インタークーラーが付いております。その辺もね、走りに特化した車だなと思います。普通のね、乗用車としては、ここまで必要ないですよね。で、前後ブレーキキャリパーの、レッド塗装ということで、見た目もかっこいいよね。ブレーキダクトもついていて、走行風を当て冷却性能を高めています。で、音響の方もね、いいみたいで、JBL 8スピーカー8個もついてます。で、アクティブノイズコントロールと、いうことで、音のコントロールも抜群といったものですよね。はい、というわけで、ヤリス、いや、なかなか走りそうな車ですよね。というわけで、今日は、ヤリス見てきましたよという動画でした。私の動画が面白ければ、皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ヤリスを見てきたようでした。じゃあね、バーイ。